はい、皆様こんにちは。プルプルパイナップルということで、パイナポーでございます。さあ皆さん、今回もアスレチックの方をやっていきたいと思うんですが、今回やるアスレチックのタイトルがこちら、雪屋敷5番。まあ、こちらの方なんですが、制作者の方が雪屋敷さん、そしてバージョンの方が 1.14.4 となっております。あれ？これなんか見たことあるぞと思ったそこのあなた、正解です。こちらなんですけども、まあサムネがこの動画で、あの一度プレイしたワールドになります。じゃあなぜそのワールドをやるのか。まあ実はこのワールドを出してからもう結構日にちが経ってるんですよね。でいろんなアスレチックもやったので、どれぐらい、本当にこの時が1作目だったので、1作目から少し練習を積んだ結果、どれぐらい変わってるのかというのを試そうと思って再チャレンジしたいと思います。でちなみに前回は、一応クリアのタイムがですね、18分40秒26ということでした。で、皆さん、まあ、これもう一度やるとき、ということはもう一度やったアスレチック、見てる皆さんどうですか？いや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 、知ってるよこのアスレチックって言って、お前が速くなったかどうかなんて関係ない関係ないと思いの皆さん、そう、ただもう一回やるだけではつまらないので、ちょっとあることをしたいと思います。ここで私が魔法をかけましょう。いきますよ。世界を変われ。はい、というわけでお分かりでしょうか。さあ、私の魔法によって世界が変わりました。まあ、簡単に言いますと、影モッド。まあ、多分有名なんで皆さん知ってると思いますが、いや、変わりましたね。まあ、光のね、具合がすごくいいモッドになるんですが、そのモッドをちょっと、モッドじゃないな。その、シェーダーっていうのかな？を今回は使っていきたいと思います。つまり、アスレチックに再び挑戦、in 影モッドということでやっていきたいと思います。では早速、アスレチックの方に行きましょう。というわけで皆さん行きますよ。レッツアスレチック。まあそうですね、重くなったりするのかどうかだけがちょっと問題なんですが、もう早速やっていきたいと思います。ポチッ。さあ、カウントダウンが始まると。これ5秒からなんですよね。いきましょう。で今回もですね、タイムの方は右上の方に参考タイムとして出していますので、まあ、そちらをご参考によろしくお願いします。でもちろん多少重いですね。うん、多少重たいですね。まあ、それぐらい関係なくいきましょう。まあ、多少の重いぐらいがむしろハンデですよね。まあ、もう一度ね、やってるってことはコースの知っているアスレチックなので、まあ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 、もうこんなの全然ですよ。まあ、皆様はね、こう景色を楽しんでる間にもう多分終わってると思うんで、よいしょ。でちなみにこの影モッドというのはですね、非常にまあ綺麗でして、まあ、見てわかる通り綺麗なんですよね。でさらに、まあ、和風建築と似合う似合う。で、このね、アスレチックが和風建築なので、まあ、似合いますね。どうやって行くんだったかな。ちょっと待ってよ。もう忘れちゃったぞ。確か、ちょっと待ってよ。確か、駆け抜けるんですよね。やばいぞ。ちょっと、もう、むしろなんでしょう。実力動向じゃなくて、ただただ記憶がない。ここにあるってことは、多分、こうして、こう、あれ。いけます、いけます。全然いけますね、これはまだ。ちょっと待ってよ。ちゃんと押す前に行かないといけないんだな。ここで、ふっ！よし、OK。まあ、多少の重さぐらいね、多分今となってはもう変わりないので、まあ、サクサクっと、ほい、ほい、オッケー。で、ほい、おっと。でちなみにこのアスレチックの方なんですが、まあ、初心者向けということもあって、落ちた際にですね、すぐこのように形で復帰ができる感じになってますね。ほい、あれ？あ、違う、私多分ルート間違えてるな、これ。こっち行って、こっちだな。ちょっと焦りから、オッケー。で、ここも抜けていきましょう。あれ？よし、オッケー。さあ、ここで、こうして、こうして、あー、いいですね。ほい、ほい、ほい。やっぱりこの、
影モッドのいいところなんですけど、光の表し方がものすごい綺麗なので普通に見てても飽きないっていうのはありますよね。ほい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 。さああとはタイムの方ですね。せっかくやるならタイムを、ほい、おお、光が近くにあると綺麗だな。まあ、ただよし、 OK、まあ、今のところまあ一度やってるってこともあってかそんなに詰まってはないですが、まあね、こういう詰まった時も周りの景色で楽しめるのでちょっと時間が潰れるっていう別に悪いことだらけじゃないですね。で、こう来て OK。 でこれが確か、ほい、 OK。 あれ、あー、こっちか。ほい、ここ綺麗でいいですね。あれ、え、ちょっと待って今ここ開いてるのか、一箇所開いてないと思ったな。ほい、ここ開いてるのね。さあ軽快に進んでいきたいところですが、さあここで、ね、実はあの前回というか、まあ、その1回目の時にちょっと詰まった場所でして、こうジャンプをして、あっとあ、ジャンプをしてそのブロックの方に乗っていかないといけないんですが、うまくできなかったんだね確か。こうだね、よし、 OK。 あー、もったいない非常にもったいないことをしてしまった、まあ、しかし今だったら、今の感覚さえ覚えてれば、よいしょ、でこうだな、 OK。 で登っていきましょう。さあやっぱりね、一度やってることもあってコースがね覚えてる面があるのでだいぶサクサク進んでいきますが、ほい、 OK。 あー、いいねあー、もったいない、ちょっと景色に、これどっからだ、これはこっからかな。景色がいいですね。ほい、なんかこの影モッド系も、まあ、もちろんモッドを入れることによって、まあ、重くなってしまうので、まあ、タイム自身は正直落ちちゃうんですよねちょっと重たいので、なんですけど、まあ、見てる分に、あ、そんなに戻る見てる分にはね、もちろん綺麗だと思うので、ちょっとなんで、まあ、一度やってみたね、アスレチックの、まあ、再挑戦とかする際とかにもしかしたら使ってもいいのかなと思ってて、もしよかったら皆様のご意見もお待ちしております。まあこっちの方が見やすいとかね。おっと、ちょっと待ってよ、プレイがおろそかになっておりますね。ちょっとここはちょっと真面目にいきましょう。ほい、まあ、こう来て、こう来て、でこっちからこっち側に乗ると、ほうほう、でここで一回止まって、よし、まああのマップ自体はね初心者向けということもあって、ほい、でこう来て、こう来て、ちょっと安定をとってこう、ほいほい、 OK。 あー、綺麗で洞窟を越していくと、ほい、で氷のジャンプのとこに行って、シュン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 、落ちる。そして水、ここから迷路なんですよね。この赤いサンゴのところに向かって泳いでいくと、あの次のルートに行けますね。ほい、あら、よし、赤いサンゴ、赤いサンゴ、いいぞ。さあ降りろ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 、ほい、で上に上がっていきましょう。おおっとっと、でここをくぐって、あれこっちか、こっちくぐって上に行って、どこだったかな、ここかな、ほい、で上に来る。あー、光が強いかぼちゃの光がすごいですね。ここもねちょっと詰まった部分だったんですが、ほい、おっと、いいですね。なんか一度やったアスレチックっていうのは、まあ、もちろんコースは分かっているんですが、一度ね詰まった場所とかをもう一度やることによって、まあ、あれから成長してるのかどうかがしっかり、ほい、わかりますね。いや成長してますねやっぱり
さあ、そして紫のところまで来ましたね。ここははしごをこう伝っていくような、あれこれどうやって行くんだったかな、このまま行っていいんだったかな。よしで上に行きましょう。でここ、おお、ちょっと暗いですね。ほい、でこっち行って、おっとちょっと待ってよ、こっち来て、こっち、ん、なんだなんだ、こっち来て、こっち側に登り、よし、あれなんかルートが分かんなくなっちゃったぞ。こっち来て、合ってるか、ほい、あれやばいやばいやばい、しかもなんでしょう、ここだと景色があんまり見えないので、ふっ、あれこれどうやって行くんだったかな、ちょっと待ってよ、そこに頭が、内があるから、あれうまくジャンプが出ない、ちょっと待って、ここに来て、ここに来て詰まってしまったぞ、ほい、あれちょっと待ってよ、やばい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 、焦るな、あれなんかそもそも行き方が違う、あ、来た来た来た、よしよしよし、ほい、でこっち側ですね、よし行くぞ、あれあれ、あーよかったよかった、ほい行きます、ほい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 、来るか、ほい、よし、オッケー、で下って下って屋根の上を通っていく、そしてジャンプジャンプ、重い、ちょっと待ってなんでしょうね、重いというか時々ラグイって感じですね、多分読み込みの関係なんでしょうけど、もうちょっと多分あの読み込みを低くすればよくはなると思うんですが、まあ、気にせずやっていきましょう。こっち来てこっち来て、ほいほい、でこっち側に来て、ほいで、はいはい、でした。おお、で洞窟ですね、ここも結構苦労したんですが今となればって感じですね。ここは一番のちなみに難関でした。1回目の時は多分ここでどれぐらいだったかな、6分ぐらいだったかな、あの時間を費やしたと、ただ一発で行きました慣れって怖いですね。ほいで、こっちだね、ほい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 ほーい、届け、よしで、こっち来て、これの突破方法が未だに正直分かってないんですが、よし、オッケーで、上に登って、この辺からあんまり覚えてないんですよね。あー、で、これ多分もう終盤だった気がします。ここ登ってこっち来て、ほい、こっち来てこっち来て、で、ここ最後ですね、ほい、4マスジャンプが2連続だったかな、ほい、もうちょっとだぞ、気を緩めるな、ほい、あー出ない、いや、いける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 、全然いける、ほい、よーし、はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。ちょっと今自分自身がですね、タイムが見えていないので、ただ録画時間が今14分なんで、最初から含めてなんで18分より早いことは確かですはい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。こちらがね、ワールドの全体像だったんですが、ちょっと前回紹介し忘れてしまったんですが、このように石の石像ですね、これこっから見ると分かりやすいと思うんですが、があったりと、かなりね、この人のワールド、前回も言ったんですけど、作り込まれてるんですよね、すごいいろんなところがこれも多分巨人だな、剣とかになってるんだな。で、特にやっぱりこの影モッドが合うこと合うことという感じで、今回ですね、一度やったアスレチックに再チャレンジ in 影モッドということで、ちょっとね、重たくなったりするので、プレイとしてはちょっとね、雑な部分もあったかと思うんですが、こんな感じにモッドを入れるだけでも世界観が変わるんですよっていう紹介も含めてちょっと再挑戦してみました。タイム自体は多分早くなってると思うので、しっかり成長はできているんじゃないかなと思います。もしよかったらですね、この影モッドをやったアスレチックに関しても、もしご意見がありましたら教えてもらえると嬉しいです。ちょっと見てみたいとかね、
一度クリアしたやつはこういう風に出してほしいとかありましたら、まあ、ちょっとね挑戦していこうかなと思いますというわけで今回は、再び雪屋敷5番というアスレチックに挑戦しましたが、こちらもですね、まあ、一度実況はしたものにはなるんですが、作品名、作者名、そしてダウンロードページの方は全て詳細文にありまして、一応使用している影モッドの名前も載せておきますので、もしよかったら影モッド、そしてこちらのワールドもね遊んでみてはいかがでしょうか。すごい綺麗ですよ。最近は動画の方も毎日更新しておりますので、もしよろしければ登録そしてフォローなどよろしくお願いします。ではまた次の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。